上映が終わりました。VR ゴーグルを外しますので、そのままお待ちください。手をつないでもいいか？シアターを出てからずっと手を袖の中に入れっぱなしだから、お前はそのつもりがないのかと思って。随分力が強くなったな。約束をちゃんと守って普段から体を鍛えてるんだな。さっきの映画どうだった？俺も同じだよ。辛くて切ないシーンが多かったけど、主人公が最後にヒロインに会えたのは良かった。たとえどんな状況だろうと現実と向き合い、夢の中に逃げることなく前へと進む。素敵じゃないか。俺は気に入ったよ。さすが俺を元にした脚本だな。それはそうと、あの技術もすごかったな。受付のお姉さんに聞いた時は何とも謎めいていたけど、どうやったらあんなにリアリティのある特殊効果や見ている人の性格に合ったストーリーができるんだろう。本当にリアルで驚いた。なあ、もし本当にあんな未来が来たら。あ、ごめん。この話はしない方が良かったか。いや、さっき VR ゴーグルを外した時、お前、泣いてたからさ。できるならお前の涙は見たくない。
俺のお姫様にはどんな時でも幸せでいてほしいんだ。どんな時でもいつまでも幸せでいてくれなくちゃいけない。それがたとえ映画のせいだったとしても、悲しい思いをするのはほんの少しの間であってほしい。泣かないでくれ。俺はここにいるから。分かってる、分かってるよ。俺のお姫様は強いもんな。世界の終わりが来ようと、どんな厄災に見舞われようと、泣いたりしないんだ。もし泣くとすれば、それはきっと俺のせいだ。ロカってやつはとんだバカ野郎だな。謝らせないと。でもその謝るべき大バカ者はここにいるんだ。スクリーンの中でもペラペラの影絵でもないぞ。逃げたりなんかするもんか。お前は俺のナビゲーターだからな。俺はお前についていくだけさ。指切り玄満か。お前を泣かせたくない。俺に関することでならなおさらだ。映画のような未来が来たら、俺が真っ先に止めてやる。